はい、というわけでやってまいりました。ここね、あの青山の地下にあります、あのフィットのね、いい HEV、 これ RS ですよね、それ置いてますかということで聞いたら置いてるということで、今日はお邪魔してますね。あ、やっぱ初めて見たんですけど、ここのね、ちょっと歯ぐき感がどうかなと思ってたんですけど、意外とかっこいいよな、そんなに出張ってない。やっぱね、この RS エンブレムね、なかなかですよね。今度ね、ホンダカーズ大阪東花園店さんね、行くんですけど、その前にちょっとね、この赤色チェックっていう感じですよ。サンセットオレンジがなくなってこの赤色になったということなんですけど、これフレームレッドではないな。ちなみに、プレミアムクリスタルレッドメタリックですね。259万9000円で買えます。っていうかね、あの燃費がすごい。 27.2kPa も走んの、すごいな。やっぱさすがハイブリッドですね。これね、ガソリンモデルもありますね。え、今度ね、あのこっちほら、普通のフィット、これも、あ、そうそう、これも変わってるわ、新型やわ。これいい HEV ですね。これとこれが、今度モーターの出力がちょっとパワーアップしたということなんですよ。電池が良くなったのかな。これちょっとリア先見とくわね。え、へえ、これも見れてよかったわ。これも綺麗。これなんか白なんですけど、怪しいパールみたいな、怪しいパールですよね。え、リアは変わってないのかな、デザイン的にね。え、あ、なんか中が見れそう。これいつもどこで開けるか分からへん。ほらね、パワーユニット、 EHEV ね、あのほとんど、あのほとんどというかね、電気で走ってます。あれなんですよ、電気を貯めるために回すという感じなんですよね。なので下道とか普段はあの電気で走るという感じなんです。で、一緒なんですよね、 RS ね。そっか、何が違う、あ、ホイールは違うなね。そりゃそうよね。やっぱ私乗ってた前の S パッケージ、フィット3の S パッケージによくデザインが似てるわね。16インチです。185の 55R ですね。16インチです。で、こっちは鉄筋なんね。いや、リアこんな感じか。へぇ、ちょっとちょっと、かっこいいじゃないですか、あなた。ねえ、めっちゃいいよね。あー、すごい。あ、ちゃんとこのほら、ちゃんと和紙ガス出しますよ、みたいなアピール、いいですね。そうそう、こっちがなかったよね。横にあってよかったわ、ね、隠れてますね、多分下にね、あります、ここにあります。これがね、ちょっと見えるようになってますよね、 RS はね。ここはあれなんやな、ちょっとプラスチックと言いますかね、軽量化なんですかね。あのやっぱ開口口が大きい。下はここはダミーかな、いやちょっと開いてるっちゃ開いてる、ここ開いてるもん、ほら、あのパッと見ね、下がすごい空気取り入れそうなグリルになってるんですが、実際はここがすごい開いてる、ね、上の方がグリル開いてます。どうですか、赤色ね、綺麗よな、いい HEV ですけども、まあそうか、こうやって見ると、あ、すごいグリルというか、もうこれ何にもない、網もない、これなんか石ころ入ってきそう。へえ、まあとにかくパワーユニットは一緒なんよね。まああの空力といいますか、あのモデュール X もあるんですけど、それに比べるとだいぶね、もうちょっとこう走りそうな、デザイン的にはそんな感じがします。モデュール X は結構ね、おとなしかったんでね、あれはあの空力がすごいね、あの性能がいいと、実行空力デバイスということなんですけど、こちらはなんかそれよりもちょっとデザイン的にこういかついと言いますかね、そんな感じですよね。このグリル良くなったわ、今回の。どうかなってちょっと思ってたんですけど、いや、これだったらちょっと欲しくなってきたわ。ちょっと内装を見させてもらいますわ。はい、ではお邪魔しますと。おお、はい、そっか、ライトつけさせてもらうわ。ちょっとねえ、いいでしょ、いいでしょってまあこの辺はちょっと、あ、そうか、変わるんかな、ライトのところね。ちょっともう今ライト消して見てみます。ここはちょっと黒くなってるような気がするね。
逆光です。逆光でした。ここも黒いよね。ギアはこんな感じです。ほら、どう？ちょっと違いますかね。一緒？あ、一緒か。一緒やわ。一緒一緒。ね、ここも黒い、ここも黒い。まあそんなこんなで。っていうかね、新しくなったフィットも下のここのグリルは新しくなったの。これちょっと違和感ないな。前がどうだったか忘れたぐらい。ちょっとこう、ギュッと上がってたよな、前のは。ね、やっぱデザインって新しいと良くなるんですね。なんかカタログとかウェブで見たときどうかなと思ったんですけど、やっぱ実物いいわ。シートこんな感じです。ね、ちょっとフォームと違うんですよね。グレーなんですけど、このほら、ここが革張りで、あ、なんかすごい。ほら、ここはファブリックで、ここは、なんかちょっと裏側みたいな感じです。裏起毛みたいな生地です。ね。よく本田さんこういうツートンというか、なんか、スリートーンですよね、これ。こんなんよくしますね。はい、お邪魔しますと。ね。はい、これ3本スポークになりましたよ。3本スポークです。これね、戻ったんですね。前は、この、上と下が空いてました。パンケーキとアベタイでやってましたよね。なるほどな。内装はね、結構落ち着いてるわ。なんかね、グレーです。グレーにこれ、イエローのステッチが回ってますよね。なんかオレンジじゃなくなったんですよね、RS。ね。なんか黄色になってます。で、あとこの辺も、うん、なんか質感は高いよね。これなんか柔らかいもん。この辺グレーです。これどうなんでしょうね。グレー、うん、まあ黒でも良かったような気がするけど、ちょっとやっぱり大人びてるな。なんかスポーツというよりは、ちょっとラグジュアリー感も残しつつみたいな。ねえ。これにね、マニュアルさえつけば、これにマニュアルさえつけばね、あなたね、もっと売れると思うんですけど、まあそれはもうやらないんでしょうね、おそらくね、今回のフィット。タイヤがいいのついてるな、ブルーアース。ね、最後にぐるっと。っていうか、ホーム、これ開くんかな。あ、開かない。で、ほら、シートこんな感じなんよ。なんか明るいよね。これはこれでセンスが良くて、ほら、ハンドル、ツースポークなんですよね。大人スポーツしてるよなぁ。あ、ここは開いたんや。なぁ。はい、というわけでね、フィット RS、今度ね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで、試乗レビューの方をさせていただきます。詳しくはね、私のチャンネル、チャンネル登録していただいて、ベルボタンを押して、皆さんお待ちください。そしたら試乗動画見れますのでよろしくお願いします。そして、私のチャンネル面白いと思った方はグッドボタンよろしくお願いします。はい、というわけで今日は、フィットの RS でした。じゃあね、もう